はい、では皆さんこんにちは、こんばんはございます。おもちゲームズのおもちです。今回ですけども、2024年グランドオープンからね、弾道が変わりそうな選手をね紹介したいと思います。というわけでね、去年もね、清宮選手がアーチストになったり、大山選手がアーチストになったりということでね、めちゃくちゃ激アツなね、このグランドオープンでの弾道変更ね、今年もね、おそらく結構たくさんの選手があると思うんで、今回何人かね、紹介したいと思います。ぜひ皆さんね、皆さんが思う弾道変わりそうな選手とかね、あれば教えてください。ぜひコメントの方ね、待ってます。ってわけで、どうぞ。ということでね、まず一人目はね、西川龍馬選手ですね。西川選手は2024年からね、オリックスバファローズに移籍したんですけども、こちらの西川選手、今年ね、昨年もやってましたけども、今年こそね、弾道が変わるんじゃないかということで、今現在は中弾道でね、一時期低弾道から中弾道に変わったんですけども、またさらにね、弾道が変わるかなと予想されております。成績としてはね、画面に貼ってあると思うんですけども、109試合でね、打率が3割5厘ですかね、3割超えです。で、ホームランも9本ということで、すごいですよね。しかも弾道はね、正直成績よりもね、打球の打感かな、そこで多分決まってると思うんですけども、今年のね、昨年の西川選手の打感を見た感じね、ラインドライブか、もしくは高弾道あたりにね、変更するんじゃないかなと思います。ちなみにね、今現在西川選手、レフトの中でも本当に強くて、広角打法阿部比ということでね、本当に打ちやすくて強いんですけども、これにね、ラインドライブになった場合は、本当に近藤選手、今のソフトバンク近藤選手と変わらないぐらい、なんならそれ以上強くなる可能性も全然あるんで、西川選手ね、来季このグランドオープン以降ね、本当に弾道等を期待したいと思います。今のところはね、広角浴びしチャンスなんで、めちゃくちゃ強いね、本当に特殊能力が強いんで、これ弾道ね、変わってくれることを祈りたいと思います。続いてね、 DeNA、今年からね、ロッテに移籍したね、ソト選手ですね。ソト選手は昨年はね、ホームラン14本、安打83、打率2割3分4厘ということでね、その前の年ぐらいからかな、結構アーチストね、剥奪されるんじゃないかと言われてましたけども、正直あんまね、プロスペース界でアーチストから弾道下がる選手ってあんまいないんですけども、もしかしたらね、この移籍を機にね、ソト選手の弾道が下がる可能性はあるのかなと思います。もともとね、高弾道とかパワーヒッターの時期もあったのかな、確かだったんでね、もしかしたら変わるんじゃないかなとは思います。今現在はね、広角アーチのね、あとはセカンドも守れるんで、本当ね、2番手セカンドとしても全然強くてね、けどもう今現在はね、提出化されてましたけども、普通に強いんでね、このままね、アーチストでね、出てほしいなと思います。一応ね、学生かな、来年の学生でね、登場する可能性もあるんで、それでね、アーチストのままで登場してくれることを祈りたいと思います。めちゃくちゃ噛んでました。続いてね、楽天ですね。楽天、浅村選手。浅村選手はね、もう結構前から浅村選手も言われてまして、浅村選手もね、弾道はずっとパワーヒッターでね、西武時代はね、高弾道の時もあったのかな、なったんですけど、浅村選手ね、そろそろアーチストになってもいいんじゃないかなということで、浅村選手確かね、この間の本塁打王かなんで、ベストナインタイトルホルダーでもね、第2弾でも登場してましたし、このグランドオープンぐらいからね、楽天の現役としては初のアーチストとしてね、登場してほしいなと思います。浅村選手ね、一応今んとこメイン適正セカンドですけども、来年からね、サードも挑戦するということで、今のうちにね、ゲーム的にはセカンド適正がついたままね、アーチストになったらめちゃくちゃ熱いのかなと思います。特殊能力的にもね、超広角打法、選球眼ということでね、普通に強いですし、こっちの方ではね、チャンスも落ちたっけな。なんで全然ね、セカンドにアーチスト広角がついたらめちゃくちゃ強いなのかなとは思います。楽天純正的にもね、アーチストは山崎武史選手と、このね、浅村選手が追加したら2人目かな。なんでね、そろそろね、楽天にもアーチが追加されてもいいんじゃないかなと思って期待してます。続いてね、日ハムの万波選手ですね。万波選手に関してもね、そろそろね、パワー、アーチストでね、登場してもいいのかなとは思います。今年もね、本塁打数めちゃくちゃ伸びてますし、めちゃくちゃ期待ですね。あとはパワー A の方もね、期待したいなと思います。今ではね、一応称号ではパワー A になるんですけども、デフォルトでね、パワー A っていうのも期待してね、パワー A、アーチストがね、登場してほしいなと思います。一応過去にはね、僕も今現在使ってますけど、ラインドライブ
ライブでのね、まあ、登場時期も結構あったんで、まあ、もしかしたらね、まあ、LINE ドライブに変更っていう可能性もまあゼロではないかなとは思いますけど、まあ、万波選手のねホームランを見た感じだとやっぱりねアーチストかなと、アーチストを期待したいなとは思ってます。今年のグランドオープンからはね万波選手のアーチストを本当にコナミさんお願いします。もうハムジュンからしたらね本当アーチが少ないんでマジでお願いしたいですね。一応昨年のグランドオープンではね最初にも言った通り清宮選手がねアーチになったんで、今年はね万波選手本当にお願いしますってことで、一番期待してるのは僕はね万波選手ですね。本当によろしくお願いします。続いてねソフトバンク近藤選手ですね。まあ皆さんがねこのねタイトルサムネを見て一番最初に気になったんじゃないでしょうか。近藤選手ね、まあ、今のところ LINE ドライブですし、まあ、ずっと LINE ドライブなんですけどもね、まあ今年のホームラン王ということでね弾道を見ても全然ね、まあ、アーチストの可能性はね、まあ、ゼロではないのかなとは思います。ベストナインタイトルホルダーではねパワーが78までいってねリパ A 同値まで狙えるということで、いや正直ねハムファンの僕からしたらもうちょっと信じられないですよね。いや本当にすごすぎて、パワー近藤選手が A 狙えるとは、一時期ね C の時代もあったんでね、そう考えたら本当にエグいなとはめちゃくちゃ思ってますね。いや本当にすごい。しかもね、まあ、近藤選手はね今現在の本当ラインドライブ広角でね守備適性も高いんで今の時点でも全然強いんですけども、これがアーチになったらね、まあ、さらに化けるかなと。もう本当に外野レフトの中だったらもうナンバーワンと言っても過言ではないぐらいね、まあ、強くなるんじゃないかなとは思います。さすがにね、まあ、ゲーム的にはね一応ラインドライブの方がね下なんですけども、皆さんの使用感的にはやっぱラインドライブって結構ね上位の方に入ると思うんですよ。なんでね、まあ、高弾道に変わるってことは多分ないかなと思います。弾道が変わるならアーチストかな多分、うん、それかまあラインドライブのままのね、まあ、どちらかなのかなとは思いますね。まあ、個人的には近藤選手はねラインドライブのままであってほしいなとは思ってますけども、アーチ近藤選手もね使ってみたいなっていうあれもありますね。2体持ち3体持ちね必須級なのかなとは思いますね。まあ、どっちもね使ってみて比べてみたいなと近藤選手は思います。僕は今ねハムバージョンのキャッチャー適性持ってるハムバージョンの近藤選手をね、まあ、スピカイしてキャッチャーで使ってるんで、まあ、しばらくは使おうと思ってるんですけども、まあ、純正じゃなくてね12球団の方では、まあ、そっちのね新近藤選手を使おうと思ってるんでね、めちゃくちゃ近藤選手の A ランク貯めなきゃなと思ってます。はい、ということでね今回弾道変わりそうな選手をね話していったんですけども、まだ他にもいますし、まあ、あとはね特殊能力が変わりそうな選手もねたくさんいるんで、またね今後ね動画にしようと思います。ぜひ皆さん高評価とねチャンネル登録、あとはコメントの方してくれたらめちゃくちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。あとはね選択契約書ですね、まあ、これ僕決めました。ちょっとねお金の関係上とね、まあ、あとはエナジーの関係上ね、まあ、今回はね普通にスルーしようと思ってます。ぜひね皆さん聞いた方はねコメントの方よろしくお願いします。まあ誰狙ったんかな、やっぱ坂倉選手とかね、またメジャー移籍する選手とか狙いどころですからね。僕は上沢選手をねミキサーでカットしたんで、まあ、今回はね、まあ、スルーでいいかなと思ってます。ってわけで、あとプロスペースのねフォローとかもしてくれたら嬉しいです。ぜひね配信とか来てくれたらフォロー返すこともあるんで、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。それではお父